県は今日森戸の対策会議を開き、熱海市の土石流の起点に残ったままの不安定な土砂を撤去するため、行政大執行の手続きに入ることを決めました。県は先月新条例に基づき森戸の撤去を求めて前の土地所有者に対して措置命令を発出。昨日着手期限を迎えました。前の所有者は自分がやるべきこととは思えないと話し。 今朝も県の職員が現場に変化がないことを確認したということです。これを受けた今日の会議で県は被災地の警戒区域の解除や。復旧復興を急ぐために行政大執行の手続きに入ることを正式に決めました。この不安定土石というのは、もういち早くまあ撤去すると。行政大執行をまあ実際に行う方針もここ今回で決定してです、ね。本日から。 き今日から工事業者の入札の手続きに入り着手は10月中旬以降になる見込みです。